こんにちは、エイミーです。今日は100円ショップで買ったものをご紹介していきます。ぜひ最後までお楽しみください。こちらはスマホタブレットスタンドです。これはもう毎日使ってますね。もうあまりにも便利なので、もう一つ購入しようかなと今検討中です。こんな感じで好きな角度に調節できます。安定性もバッチリです。100円には見えないくらい優秀ですね。このように縦にも横にも置けます。 YouTube などを見るときにこのスタンドがあると便利です。こちらはプラスチックのマグカップです。子供用のコップとして購入しました。電子レンジと食洗機に対応しています。大人が持ってみるとこんな感じで指が2本入ります。見た目もシンプルですごくおしゃれなのに、レンジと食洗機が使えるっていうのは本当に実用的で、これは買ってよかったなと思いました。こちらはステンレスピンチ4つセットです。洗濯物関連のコーナーに売っていたので、おそらく洗濯バサミのピンチだと思うんですけど、私はキッチンの収納に使うために購入しました。見た目がシンプルなのと、あと輪っかがついていて落下の心配がないということで購入しました。我が家ではこんな風に使っています。冷蔵庫の横に無印良品のマグネット式タオルバーをくっつけて、そこに先ほどのピンチを通しました。ちなみに無印でこういうフックのタイプがあるんですけど、これだと揺れた時に落ちてしまう可能性があるので、今回のこの100均の輪っかタイプの方が気に入っております。布巾と吸水マットをこちらに吊るしてます。こちらはシリコンのような素材でできたタオルホルダーです。カラビナも一緒についています。こんな感じになってます。ズボンのベルトループのところに引っ掛けて、ここにタオルを引っ掛けて使うものみたいなんですけど、私はちょっと違う使い方をしようと思っています。これはですね、お出かけした時にいつでもゴミをポイポイ捨てられるように、ゴミ袋をこちらに挟んで使おうと思っています。こう携帯用のゴミ袋をいちいち開けたり閉めたりっていうのが結構プチストレスだったりするんですよね。でもここに引っ掛けておけば、ワンタッチでゴミ袋の開閉ができるのですごく楽になりました。こんなに揺さぶっても全然落ちないぐらいしっかりと固定されています。こちらはマジックテープ式のベルトフックです。本来はベビーカーのところにつけて、バッグとかそういうものを引っ掛けるために使います。フックの部分は360度回転します。今回バッグの収納用にたくさん買ってきました。今このようにバッグを横向きに収納してしまってるんですけど、これだとスペースがもったいないので、フックを回転させてバッグを縦向きにしました。そうするとこんな感じでバッグが縦に入るので、スペースを有効活用することができます。こちらはダイソーの金のクリップですね。3つセットになっていました。こちらですね、見た目も非常におしゃれですし、あとこちらのクリップの優秀なところはですね、おしゃれなだけではなくて、書類をクリップで留めた時に文字が隠れないようになっているんです。これはすごく感動しました。見た目がすっごく可愛いので、我が家では今コーヒー豆の袋止めクリップとして使っています。ただ開ける時ちょっとだけ硬いなと感じました。
こちらは子供用の歯ブラシ3つで100円になっていました。子供用のモノトーンの歯ブラシがなかなか見つからなかったので、これを見つけた時はすごい嬉しくなりました。フックに引っ掛けられるように穴が開いてるのもちょっと嬉しかったです。ただこちら実際に使ってみたんですけれども、普通の一般的な歯ブラシよりも持ち手のところ柄の部分が細くて握りにくいのと、それから毛先ブラシの部分ですね、こちらがちょっと柔らかすぎてあんまり磨けている感じがしないのが少し残念なポイントでした。デザインが気に入っているので、そこだけもし改善できたらすごくいいなっていうふうに感じました。こちらは貼ってまた剥がせる歯ブラシホルダーです。こんな感じで横から見るともう若干角度がついているので、歯ブラシを引っ掛けてもなかなか落ちないような仕組みになっております。粘着剤がついているのではなくて、こんな感じでツルツルの壁にピタッと密着させてつけるようなイメージです。何度も剥がして使えるというのがすごく魅力的ですし、デザインもクリアでシンプルです。ちなみに先ほどのこの子供用の細い歯ブラシでもちゃんと引っかかりました。歯ブラシを浮かせて収納することができるので、お掃除がとっても楽になりました。本当に最高の商品です。こちらはザル付き保存容器です。ザルがついているので少し汁気のあるものとか水気の含まれているものを保存するのにぴったりです。以前からこういった商品があったらいいなとずっと思っておりました。電子レンジと食洗機に対応しています。もうちょっと大きいサイズもあったようなんですが売り切れでした。ちょっとこのサイズだと小さくてあまり使い勝手は良くないんですけれども、あの小ネギとか入れるのにはちょうどいいサイズかなと思いました。ニラを2分の1束入れてみました。まだ余裕がある感じですね、まあ、当然ちゃ当然なんですけど、ニラを入れるとやっぱりどうしても匂いが容器についてしまいます。こちらはカレンダー用のミニフック3個セットです。引っ掛けたものが落ちにくいように深いフックになっております。これを使って IKEA のライトチェーンを壁に固定したいと思います。以前使用していたこちらのタイプのフックだとすぐに落下してしまうので困っていました。それで今回こちらのカレンダー用フックに変えてみたら全く落ちることはなくなりました。こちらの2つはリピート買いになります。ペンケースとあとメールボックスですね、こちらの2点購入しました。この2つは同じシリーズの商品になりまして、組み合わせることができるんですね。ペンケースの方にこうちょっとだけ引っ掛けられるような溝がついておりますので、この溝をですねこのメールボックスのところにぴったりとはめることができるんです。このペンケースの特徴は浅いお皿がついているので消しゴムとか入れるのにちょうどいいのと、あとこの仕切りを自分の好きな位置に動かすことができるということですね。こちらには虫よけスプレー、日焼け止め、マスク、あとカイロとか、まあ、そういったお出かけ前に使うものを収納して玄関に吊るして使っております。他にもいろいろな使い方ができる商品ですので、こちらはですねぜひおすすめです。でこちらはモノトーンのポケットティッシュです。見た目が非常にシンプルで色も好みだったので買いました。ケースに入れなくてもいいくらいすごくおしゃれなデザインが気に入っております。一応水に流せるみたいなので、外出先でトイレに
トイレットペーパーがなかったりした時は便利かなと思います。触り心地も非常にサラサラしてて気持ちいいです。はい、というわけで以上になります。今回の動画役に立ったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではさようなら。